今回はちょっとね、まあ知られてる方法ではあるんですけど、デカールのね貼り方の裏技的なことをやっていきたいと思います。ただね、あんまりね柔らかいデカールとかには使えないかもしれないですね。とにかく硬くてくっつかないっていうデカールに使う方法として紹介したいと思います。まずはね普通に貼っていくんですが、まあくっつかないっていうのが想定なので、こういうねマークセッターだったり、まあタミヤとかもね出してますよね。こういうまあくっつけるね糊を使って貼っていきます。とりあえずね今普通にねこの虎のマーク貼ったんですけど、まあこんな感じでね一旦普通に貼っていきます。で普通にデカールが貼れたらね、あの位置さえ出てれば多少浮いてても全然関係ないんですけど、使うのはねこれセメントの流し込みタイプですね。これをデカールの縁にちょんちょんとつけます。割とねはみ出しちゃっても大丈夫なんで、縁についたらねあとは触らず放置してください。流し込みなんでね勝手に染み込んでいくんで全然気にしないで大丈夫です。ちょっとね目立つかなと思っても乾いたら消えてなくなるので、もう触らず、もう溶けてるので触るとぐちゃぐちゃになっちゃうので、リカバリーとかは諦めてもうこのまんま放置してください。これでねもう剥がれることもないですし、浮いてくることもないです。ということで今回は、まあ浮いてきちゃったりとかね、くっつかないデカールのくっつけ方っていうことで、まあ裏技なんですけどちょっと紹介してみました。まあ自分なりのね裏技的なものとかあったらまたね紹介していきますんで、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。